こんにちは、臨床心理士の松島雅美です。コロナ感染拡大による休校や外出自粛により、ストレスケアや自宅でできるトレーニングなどのご相談を受けることが増えています。相談の内容の主なものは、ストレスに関すること、家で運動機能を上げるトレーニングが知りたい、学習をどうすればよいかわからないという3点です。そこでストレスケア、運動機能アップ、学習ベース力アップのトレーニングを無料配信したいと思います。興味を持っていただけましたら、オンラインでのトレーニングも行っておりますので、ぜひご活用ください。頑張れ。
ですよ。見てもすでに生きてる。あ、ダメ、生きてる。そうでしょ、入ったんだけど。入ったけど、食べちゃうから、よくよく取り方も考えて。いくよ。直飛。おー、入った。成功。ね。お前ちゃった。うん。それ別に。